ベストパフォーマンスを引き出す食事、もっと野菜を身近に、丸一、基本の食事バランス編を管理養師の私、室賀一子がお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、大久保選手、白菜のバトンありがとうございます。ここからお話を3つの動画に分けて、野菜の話やその簡単料理についてお伝えしていこうと思います。では、早速始めてまいりましょう。 はい。富士通フロンティアーズの選手の皆様も一緒に聞いてくださいね。みんなで毎日のベストパフォーマンスを目指しましょう。私は日頃、クリニックなどで栄養相談をしているんですけれども、コロナが始まってから食事が適当になってしまったという方と、食事を含めて健康に気をつけているようになったという方の二極化が進んでいるんじゃないかなというふうに感じています。 後者の方はいいんですけれども、前者の皆様は少し心配です。栄養バランスの悪さが体調不良の原因になってしまうこともあるんですよ。たかが食事、されど食事なんです。なので、私はいつも1回の食事で、この3つの色は揃うといいねというお話をお伝えしています。この3つの色ですね。この3つです。そして、1日に1度は、果物。 そして、乳製品も食べてくださいねというお話をしています。この主食であるエネルギー源と主菜であるタンパク質,タンパク質源は比較的皆様ね、召し上がっていることが多いかなと思うんですけれども、ここの緑の副菜の部分までなかなか手が届いていないという方が多いのが現状ではないでしょうか。そして乳製品も食べる習慣がないという方が多いように思います。 女性の方は特に骨密度を維持するためにもしっかりと召し上がっていただけたらいいなというふうに思っております。この3食をどんなバランスで食べていったらいいのかということをちょっとお弁当箱に例えてお話をしていこうと思います。お弁当箱はこんな形だったとしたらば、まず半分はご飯、主食のご飯。 この黄色の部分ですね。あと残りの半分の3分の2を野菜中心のおかずにしていただき、その残りの3分の1の部分を赤のタンパク質のおかずで詰めるとバランスが良くなります。3、2、1のバランスというふうに覚えてください。はい。では次は今日の本題でもある野菜について少し詳しくお話していこうと思います。 野菜はカルテンという栄養素が含まれているようで大きく2つに分類しています。カルテンは色素の1つでビタミン A に体の中で変わります。原則として 100g につきカルテンが600マイクログラム以上含まれている野菜を旅行食野菜というふうに呼びますが、ちょっとこれはね、難しいので特に覚えなくてもいいと思います。 赤色、緑色、黄色色といった色の鮮やかな、ね、野菜のイメージがお持ちじゃないかな、旅行食野菜に対してというふうに思います。それに対して一方、単食野菜はカラテンは少ないけれども、割とね、たくさん食べられてビタミン C や食物繊維が多い、そんなイメージで召し上がっていただけてるんじゃないかなというふうに思います。 そしてこの大きく分けて2つに分かれている単色あ緑色野菜と緑黄色野菜と単色野菜のバランスが1対2のバランスで召し上がっていただけると理想的だというふうに言われています。 次に、えー、ちょっと細かいね、スライド、あの、表になっておりますけれども、野菜の働きについて、ざっくりと表についてまとめてみました。見てください。こんなにたくさんの働きがあるというのは、本当に驚きだと思います。まだまだここにね、書ききれないね、野菜の力がたくさんあるんです。えー、でも、じゃあ、ユーマ、メインなところだけをちょっとまとめてみました。 食物繊維はこのように2つの種類に分かれていて、特に水溶性は今話題の腸内細菌の餌になって、ここですね、水溶性は腸内細菌の餌になって、腸内環境を整えてくれるということが分かっています。水溶性の食物繊維は海藻ですとかオクラや里芋のネバネバ、あと大紬や果物などに多く含まれています。 ただ、食物繊維はどちらかが片方だけ含まれているというわけではないので、いろんな食材を、いろんな野菜をね、食べていただく、いろんな海藻を食べていただく、いろんなキノコを食べていただく、そんなことが大事になってきます。あとは、免疫力や増血作用のあるビタミン類ですね。 だけではなくて、今度はこちらのミネラルの方を見てください。えー、血圧を維持したり、足がつれた時とかにね、えーと、ミネラルが不足してたり、あと筋肉の調子が悪いなんて時もミネラルがね、えー、役に立ったりとかいう形で、えー、ミネラルもたくさん野菜の中には含まれています。そして、ファイトケミカルという言葉、聞いたことありますかこれは植物が紫外線や昆虫から身を守るために作り、えー、作り出された色素や香り、 あと、その辛み成分、ネバネバ成分、そういったものを、えー、ファイトケミカルというふうに呼んでいます。ポリフェノールが体にいいみたいな話は皆様一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。ファイトケミカルの最も期待されている健康への効果は抗酸化力です。 ですね。ここにもちょっとピックアップしてみましたけれども、生活習慣病を予防したり、あとね、ガンのリスクを低下したり、あとはアンチエイジング効果もあるなんていうふうに言ってね、今注目されていると思います。その抗酸化力が私たちの体にプラスに働くことが分かってきていますので、まさに植物、それから野菜の力だと思います。 選手たちも聞いてくださってありがとうございます。そうですね。そうなんです。山口選手、ファイトケミカル、ぜひで、ね、意識してみてください。あとぜ、ジン選手も、ぜひいろんな季節の野菜を、季節の野菜ってとこ結構大事なんですけどね、食べてみていただきたいと思います。 そう、大久保選手、そうおっしゃってましたよね、えー。食事の時にね、野菜から先に食べるベジファースト実践しているって素晴らしいと思います。この食べ方は生活習慣病予防にもとても良いと思います。では、こんなに力強い野菜を私たちはどのぐらい食べていて、どのぐらい不足しているのかというのを、令和元年の国民健康栄養調査の結果から見てまいりましょう。1日の目標量は、 この赤ラインの 350g なんですけれども、どの年齢もこの赤の線よりも下、えー、ちょっと不足しているということがわかると思います。特に不足しているのは男女ともにこの20代から40代の方々ということも見えてくると思います。 まあ皆様この年代忙しくてなかなか食事のことにね気を配ることができないということもあのあると思うんですが日本は四季を通じていろんなね野菜が食べられますのでみんな食べる量が足りてないっていうのはとても残念なことだなというふうに思います。 でも確かにそうですよね。食べたいと思っても、じゃあどのぐらい食べたらいいんだろうどんなふうに食べたらいいんだろう自分は足りてるのか足りてないのかそのあたりのことってね、なかなかわかりにくいと思うので、えー、どうしたらね、目標に近くなるのかその2パターンを今からちょっとご提案したいと思います。まずは1つ目。お皿の数でカウントをする方法です。 一日野菜メインの,お皿,のお皿や小鉢を5個食べると目標量に近くなるという考え方です。 例えばですね、朝、晩食の方でしたらば、朝にサラダを添えていただいて、お昼に何か定食のようなね、お食事を食べていただいて、その時に小鉢でひじきの煮物や、何か青菜のおひたしがついて、夜に野菜炒めと、あとなんか常備菜であったら、素敵だなと思うんですが、かぼちゃの煮物。こんなものを食べるっていうふうにすると、1日5皿の野菜料理が食べられると思います。こんなイメージで捉えてください。 もう一つは、ご自分の手を使って、毎食の目安量を測るという方法もお伝えしたいと思います。手ばかりという方あの言い方でよく使われるようになってきていますが、手の大きさっていうのは、それぞれ個人によって大きさが違ってくると思うんですけれども、えー、個人個人に見合った量を、この手ばかりを使って見て考えていくという方法です。一食あたり、生野菜でしたらば両手一杯、両手一杯ですね。そして、 火を通した野菜、いわゆる温野菜でしたらばか、片手に1杯分ぐらいが毎食の目安になります。これ1日の目安じゃないので、毎食になります。結構ちょっとハードル高いかなと思うんですけれども、えー、やっぱりこの両手1杯の生野菜3食ってなかなか大変だと思いますので、火を通して傘を減らした方が食べやすいんじゃないかなというふうに思います。 特に今のように寒い時期でしたらば、お味噌汁やスープにたくさん野菜を入れていただいて、汁ごと丸々っと食べるとですね、水溶性のビタミンも含めて栄養が無駄なく取れてとてもいいんじゃないでしょうか。選手たちも。 買っていただけましたかそうですね。えー、今日は何皿野菜料理を食べたかなというふうに思い出してみたり、あと食べてるときに、えー、料理を見ながら自分の手を広げてん、今でこの目の前にあるお野菜、自分が食べるように足りてるかなみたいなことを見比べていただけたらとってもいいと思います。 ぜひね、選手の皆様だけじゃなくて、今日聞いてくださっている皆様も、えー、頑張っていただけたら嬉しいなと思います。実際なさっている方もね、こういったことを参考にして作っていただけたらいいなというふうに思います。では、次の動画で実際にどう食べるかを、えー、調理動画も含めてお見せしていこうと思います。ぜひ皆様引き続きご覧いただけたら嬉しいです。